で、まあ、ワンピースの話ではちょっと最初に言うと、はい、小学生は全て読んだ方がいいですよね、うんうん、で日本の文化を変えるかもしれませんね。それ何かというと今日本って個の文化に行っちゃってますから、一人一人人なんか関係ない。でそれはやっぱり、うん、なんていうんですかね、学校教育ってなかなか難しいんですけど、はい、だいたい小学校の教科書がその国の将来を決めちゃうんですよ、うん、数学とか国語とかですよね、はい、要するに教わった通りの人間が量産されちゃうでしょ。で、まあ、日本の場合はその高度経済社会に乗っかって、はい、組織の中で働きやすい人たちを作っちゃったんですよ。要するに大量消費に向かってでしょ、天才が育ちにくいって感じですよね、はい、でそんな中で、一人一人があの周りの人なんか関係ないですよと、僕が幸せになればいいですよね、はい、っていうふうなことになっちゃったんですけど、社会とか人生ってそういうもんじゃないじゃないですか。だから愛とか勇気とか友情とかを持って、はい、本当にちゃんとしなくちゃいけないんだなっていうことを、うん、ワンピースの、あの漫画で完璧教わると思うんですよ。